なんか久々やな呼び出しも。あ、ブラザーどないしたん？途中召喚じゃないって先事前呼び出し珍しいやん。実はね、うん、ちょっとキックに話したいことがあって。話したいこと？キックって何？それは葵の前だ。そうですか。実はね、うん、え、何怖っ。え、何？実は、うん、藤葵人生初めての肉離れしました。肉離れしました。なになにそれ。え、今 YouTube らしい音楽とクラッカーが出てる。肉離れしちゃいました。ポーン。ちょっと見てみたい。あ、見れるもんなん。そう、まぁ、あ、ちょっとまぁ、あ、後々話すわ。ちょっとめっちゃいろいろあるから。チュン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 。めちゃくちゃ朝になってる。ちょー、痛そうすぎるけど。いやーね、初めてなの肉離れ人生で。まずね、なんで肉離れになったかって気になる。あー、そうそうよ、そうよ、そうそうなの。実はですね、まあみんなね見てくれたかわかんないけど、最近ショート動画で、はい、YG とか IG とかやったじゃん。それで違うの。え？じゃあなんで言ったん？あのね、違うの。まあ、関連はしてるんだけど、うん、ショート動画を撮るときに、なんか、いや、なんかこう、Y 字とかできるやつないかなとかってさ、言っててさ、うん、それで、うん、待って、開脚このくらいいけるかもとか、開脚したままこうやって足抜けるかもとか言ってさ、やってたじゃん、やってたね。そん時やりました。調子乗ったときに。え？その時やったってのは分かるもんな。いや、じゃあなんかね、まあ、柔軟をせずにさ、いきなりやったわけよ、バーキッて。あー、でそうだね。結構、うん、なんか久しぶりにさ、もう最近はもう YouTube こう机の前でやる、机の前で編集するみたいな感じだったからさ、はい、久しぶりになんかバキッとさ、柔軟みたいなことしてみたらさ、はい、あってなったわけよ。おやって。あー、そのーちょっとね調子乗ってる時に。そうそう、調子乗ってる時に、うん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 、で、あ、うん、まあ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 ちょっと硬くなってきたわーなんて言ってさ、で、それでまあ、うん、なんかその後に YG ってやったらさ、あ、ちょっとなんか痛いなーってあ、おかしいな、これは。あ、大丈夫かな、ちょっと。いや、もうこれは急にやるんじゃないなってか。でもさ、絶対撮りたいからさ、 YG って何回かやってたらさ、うん、こう YG よし撮れたーって言ったら、ちょっとこうやって歩いた時に、あ、あ、やったなーっつって、これは、これはやったなーって言って、なんかもう、あ、でもさすがに肉離れと思ってなかったの。ダメです、激痛ですみたいな感じは全然なくて。そうなんや。そう、若干なんかこう急にこうさ、なんつうの、バッティングしたらなんかちょっと腕痛いわーみたいなぐらいの感じだったの。あー、なんか気持ち的には筋肉痛のね、ちょっと早めに来たり、そう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 、うん、ちょっと会いたいわ、まあそりゃそうかみたいな、ちょっと筋伸ばしたかなみたいな感じと思ったわけ、うん、実はね、うん、生放送やったの、その後にすぐ、 その日に。そうやね、うん、そうやね、だからね、その時に映像が残ってるんですよ。葵はなんか、いや今日さ、ちょっとあれ動画を撮ったんだけど、いやちょっとやったねーみたいな言ってんのがあるの。あ、なんか言ってた気がすんな。なんていうのこれ、ねじ回しっていうの。ちょっと今日ね、とある動画撮ったから足がプルプルなんですよ。ちょっと若干やったな、筋暴れすぎたでも何事もね、やるにはあのストレッチが大事ですね。調子乗って最初から飛ばさないように。いや、多分言ったよね、葵。いや、うん、覚えある気がするなやっておりました。マジかよというお話そのさ、調子に乗って、うん、あってなる瞬間のあっていうのはこうブラザーの気持ちやん、うん、筋肉側はどんな音が鳴るん、あえて。いや、そうそう、なんかね、その後調べたんだけど、なんか言う人はなんかね、結構ブチブチって言うんだって、筋肉が。
はい、あーひどいやつ、うん、そうそうひどいやつ、ブチブチで、わかんない、なんか調子乗ってたから全然その体の悲鳴には耳を重ならなかった、かわいそうにそう、そうだよ、そう、それでなんで気づいたかっていうと、うん、なんかまずそんな足引きずるほどとかじゃなかったから全然、あ、まあ3日すりゃ治るなって思ってたわけ、普通にだってやってたもん、そう、全然心配しないタイプだから、うん、で、それで普通にこうシャワー浴びたふん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 って、で、はい、葵は結構歌いながらお風呂に入るタイプなの、結構全力で、あ、なるほどね、もうあーみたいな感じで歌ってて、うん、なんかサビのところでクイーンじゃないけどこうお風呂のその湯船のへりにこう足をかけてうわーっていうあーってやってたのよ、最後、うん、もう出る前にあーいって歌ってたら、なんかねいつもの司会と違う、なんか、なんか、そう、そのポーズそう見えてるもんな、そう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 、なんか、あれ、なんか視界に暗いものが見えるって思ってパッて見たら、なになになにってめっちゃびっくりして、さすがに笑い方ちゃうけど、いや、そうそう、さすがにびっくりして、やばいやばいやばいみたいな、ママーみたいなママーみたいな感じでで、言ったらさ、めちゃくちゃびっくりしてて、さすがにもうこんなね、広がってたから、何どうしたのみたいになって、そしたら、いや、わかった、あれだみたいなそれで気づいたわけ、そんなことなるんや、いやっていうね、感じで発見したわけで、あ、病院行ったん、そう、それでなんか、あ、もうこれ動画にしようって思って、うん、あ、でもさすがにね、こう見てる皆さんでの前になんかこう、嘘をついちゃいけないと思って、だから本当は別に大したことじゃないのに肉離れになっちゃいましたみたいなのは嫌だったから、ちょっとこう事実確認だと思って病院行って、病院に行く理由がちょっとおかしいよ、そうそう、おかしい、おかしいよね、それだからなんか職業はてか何で、そう聞いて、そう思わないで、何で肉離れしたんですかって言われて、あ、まあそりゃそうだね、ちょっと待って、どうしよう、なんて言うわと思って、ちょっとあの動画を撮っていまして、あの Y 字バランスって、結構おじいちゃん先生やの、 Y 字バランスってご存知ですかって言ったら、 Y 字ですかみたいな、全然伝わんなくて、うん、あの足をこうこうやって上げて、なんか Y 字みたいに持ってこう柔軟みたいな感じなんですけどって言ったら、それは 何でやったということですかって言われて、めっちゃ恥ずかしい、いやちょっと、まあ、ちょっと動画、まあ、YouTube とかをこうやっていて、ちょっとその企画の一環で、Y 字をさせていただきましてみたいなのを、めちゃくちゃ敬語になってるやん、そうそうそう、めちゃくちゃ説明して、そしてめちゃくちゃね、いいね、星の評価もすごい高いね、病院だ、初めて行ったところだったんだけど、めちゃくちゃいい、そうなんですね、めちゃくちゃ親身に、ね、心痛いよ、もう親身にこうやって、あ、そうかそうかって、こんなこっちはしょうもない話してんのにそう企画にまでしようとしてんのに申し訳ないなって思いながらも、親身に聞いてくださって、まあ、ちょっといろんなね、どのこう筋が痛めてこうなってるかみたいなのもやって、で先生と向き合ってこうでってでってってみたいな、もうやって出るわ、記録に行く結果が、ね、この後結果発表ね、青い的にはもうこうやって前のめりになってて、うん、したら、そうだね、ね、筋肉断裂だね、要はあのよく言う肉離れですって言われた、肉離れですかって言って、あ、もうこれでゲットじゃん、そこまでは言ってないけどまあでもあの、まあ、嘘つかない、やらせにはならない、なるなと思って、なるほど、ね、もうこれはね、もうその帰り道にもうサムネをどういうサムネにしようかなめっちゃワクワクしてるけどどういうサムネにしようかなって考えながら、大丈夫なんかや、そう大丈夫っていう葵の緊急報告動画でした。痛みはもうどうなった、痛みは痛いん、いや、そうだから、なんか痛みは痛いんってわけわからん、いや、ちょっと集まる、頭痛が痛いみたいになってるけど、結局だから人間っていうのは、あの、こういう時に筋肉を使ってるんだなとか、こうやって立つ時のこの微妙なハの字の時とかのこの筋肉の使い方とか、なんかいろんなね、あ、君は今動いてるのね、ありがとうっていう感じをすごい味わってる、あ、うん、あ、じゃあそう、でも全全身の筋肉にありがたみを、ありがたみを感じ、いや
紫やん。そう、結構紫な。そうだからね、なんかその筋肉が要はこうブチって切れたからこう出血している状態なんで、このうーんってやったからさすがに血出るじゃん。そりゃ先生が言うには重力があるから、その断裂したところが血がバッてなるわけじゃなくて、人間立ったりするからこう下がってきて、こう内出血の位置がファーってこう広がるって、ちょっと半分しか聞いてなかったけど、なんかそんな感じのことを言ってた。全面がちぎれてるんじゃないや。そうだからちぎれたやつが降りてきてんねや。そう、はい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 、痛い位置と内出血の位置はそんなに気にしなくていいよって言われた。あじゃあ痛いところはもうちょっとこうピンポイントやったりする。そうへー面白い。あということだよ。そかそか、だから内身じゃないもんね。何が言いたいかって言いますと、まあ、皆さんね、こういう何か急にストレッチとかこうみんなに調子乗るときは必ず柔軟をよくしましょうってことが言いたかった調子に乗るときはっていう前提がおかしいけどいや本当にもうね、人間ね柔軟が大事ってね、めちゃくちゃ分かったから急にやるもんじゃない。皆さん気をつけてください。気をつけください。いやということでね、はい、まあ、ちょっと葵の近況報告っていうか、葵的には本当初体験だったから、初めてシリーズや。そう、初めて知る。もうむしろ身を挺した初めてシリーズ第何弾みたいな感じで。よかったじゃないですか。そう、よくはないけどなりました。ということで、じゃあみんな気をつけてねにする。気をつけてねで、じゃあ OK、 よかった。じゃあみんな調子に乗るときは気をつけてね、柔軟しろよ。魔界でいう角ちぎれと同じようなもんやな。いや、角ちぎりって何。いや、魔界のメンバーみんな角生えてるからさ、うん、断裂すんねん。いやもうそれさ、体ちぎれてじゃん。めちゃくちゃ痛そうなんだけど断裂して、あの内出血して笑ってる修復すんねん。あ、生えてくんの。そう